小西行長の一生。1558年に堺の豪商、小西遊佐の次男として京で生まれ、備前の豪商、安倍善城の手代、元禄の養子となり、戦国大名、浮田直江に見出されて武士に転身し家臣となり、その後終わり、織田信長の重臣、羽柴秀吉が行長を気に入ったことで家臣となる。秀吉が三木城攻略の時であり、行長は23歳頃であった。その後は秀吉の下で起きた戦いに主に水軍を率いて参加、27歳でキリシタンとなる。先例名はアウグスティヌス。28歳には小豆島など約1万石が与えられ、31歳には肥後南半分20万石余りが与えられ、翌年には宇土城を築城、その際に従わなかった天草五人衆と衝突したが攻略する。肥後北半分を治める加藤清正と共に攻略し、その後は天草1万石余りも領有した。天草は雪長の援助もあり人口3分の2がキリシタンとなり、キリスト教拠点の一つとなる。雪長は他にも故郷、堺などで、病院、孤児院を建設するなど慈善事業も数多く行ったという。35歳で日本国外の戦いに参加する。文禄の役、雪長は一番隊の主将、先鋒となる。以降、前線前哨する。釜山鎮の戦い、東来城の戦い、昇州の戦い、中州の戦い、大同港の戦い。韓村、平壌と主要都市を攻略する。だが最終的に講和する。雪長は石田三成と共に交渉に参加。だが講和に清正が邪魔になり、最終的に清正は京で謹慎となる。40歳で再び日本国外の戦いに参加する。慶長の役、講和に嘘が発覚し秀吉は雪長に激怒、死を命じられたが事なきを得て、その罪を償うために再び侵攻するように命じられた。以降、勝利し続ける。執戦領海戦、南元城の戦い、順天城の戦い。だが秀吉が死去したことで帰国方針となったものの民、朝鮮軍に阻まれ、最終的に味方の助けで事なきを得る。土曜海戦、43歳で日本を二分した戦いに参加する。関ヶ原の戦い、雪長は三成に頼まれたことや浮田氏の恩、清正が東軍にいた関係上、西軍として中央の戦いに参加する。しかし小早川秀明らが裏切り西軍は総崩れとなり、雪長は逃れたものの捕まり、京、六条河原で斬死される。享年43歳、宗教上の理由で自害や切腹ができなかったという、敗因の一つに前線の被害から兵力が2900しかいなかったことがある。死後は首を三条大橋で晒され、遺体は教会に引き取られて改めてカトリック式で埋葬された。また所領は清正領に統合され、長男も処刑されてしまう。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。